はい、クロトンのアクアマチックですね。角型で防水式のケースです。多分40年代の後半から50年代に作られた角型の防水というちょっと珍しい時計ですけれども。でもまあとてもよくできてますね。こういうふうに。上下で2つのビスで留めるようになってます。中にはハーフローターの機械が入ってますけれども、このクロトンというメーカーですけれども、確かニバダとかいうメーカーとこのクロトンというメーカーはなんか同じなんですよね。で、まあスイスでエースの機械を使ってこのケースが特許になってますね。防水ケースですよね。で、作られてるメーカーですね。もう今はないと思います。